あ、ありがとうございます。ボディ頭切れてますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。壮大な曲でした ね、 ね、こんな感じでどうでしょうか。宇宙戦艦ヤマトはロトさんも超おすすめな曲でしたもん。Yeah. You're right. 超かっこいいなと思って、リハですごい盛り上がりましたよね。盛り上がりましたねこの曲はあれですよね、吹奏楽ぐらいでしか聴かないですよね。これライブハウスでは初めてじゃないですか、ね、ここでなんかやったことありますか。結構いろんな曲やってると思うんですけど。ありますよ。あります。 あるんですねあるということですね。今日はですね、ちょっと来日をしていただきまして急遽アニソンをやりませんかって、普段はね、どこに住んでらっしゃるんでしたっけ。あ、サンディエゴです。サンディエゴなんですけど、今日はちょっといろんな大体のことで、ね、マクースなんて寝ると思うんですよ。そうですよ、なんでジミー・ペイジさんとかエリック・クラプトンさんとか、メルトモなんですよね。変身一回も来たことありませんか。ちょっと今目の前にいらっしゃる両平さん、この間ホワイトスネークの内容を言ってきたらしいんです。あ、俺
great. Then cover. Are we good? My favorite. いいね。どんどんいろいろ喋ってください。私も早い日本語苦手なので。はい、次の曲にちょっと住みたいなと思う。これも結構有名な。これも有名ですよね。すごく海外でも有名な曲ですよ。海外でも有名なの。Yes。ちなみに今日のこのステージは録画されたものを YouTube で配信いたしますので世界中の人が見ることになります。なので盛り上がってる感じでお願いいたしますね。Thank you very much。 では次はマジンガーステージ。すごくかっこいいですよね。これも相当昔の曲ですよね。何年前ですかね、これね。70s。 まるこちゃんも結構海外の仕事したりするからね。英語得意なんです。今日本場 の英語喋られる方がいらっしゃいまして、本気で話しかけられるとちょっと困っちゃうんですけど。ゆっくりとした日本語でお願いいたします。今日は盛りだくさんの曲を用意しておりますね。なんかでも昔の曲結構アニソンって短いの多いですよね。でも短いですね。あっという間に終わります、ね、今のサクッとは言っちゃったということは割と新しめのものと古いものとかなり織り交ぜてやっていますが、この最近私ちょっとインターネットでこういろいろ情報を見てるとガンダム結構流行ってるじゃないですか。ガンプラとかガンプラも作りましたよ。あ、作りました。ガンダム特集結構多くて、何が流行ってるのかなと思ったんですけど、なんか特に理由なしって感じ。ガンダムはやっぱりかっこいいですよね。メーカーがね、メカメカしてますよね。ちなみになんか一番好きなキャラクターとかなんかあるんですか？マチルダさんです。あ、いい。マチルダさんのファンって多いですよね。いや、妖艶な感じですか？この間ヤフーで、
であの人気投票みたいなのやってたんですよ。それあの男性タイプ、女性のタイプで町村さんのすごい人気が高かったですね。やっぱりすごいですね。ナンバーワンプリンスは誰が一番好きですか？ホームラさんかな。マニアックすぎてわからないよ。それかアイナサハリーかな。終わったのに。プリンさんはすごいガンダム大好きで、しかもアニメ系得意なんですよね。でイカで結構いろんな情報がこう出てきて、こんなに詳しいんだっていう、まあ、人生をこう人生ちょっと今回良かったかなと。そしてまさかまさかのこの格好が来ちゃって、もうそろそろ行こうかなと思いますというわけでちょっとガンダムの曲を、ちょっと昔の曲ですね、やってみようかなと。次はあのバラードしっとりとした大人のバラードですよね。これはあのガンダムの映画の1本目の曲。You know? 砂の十字架という。作ったのは谷村新司さんという方ですね。あれ？話していいですか？私昨日実はちょっと飲みに行ったお店がありまして、でそこでこのなんか砂の十字架っていう譜面をですね、カバンの中に入れてたんですね。でそれチラッと見た人が、砂の十字架やるのって言われて、私この曲知らなかったんですけど、で結構皆さんに聞くと、いや知らないなこの曲っていう方が結構多かったんですけど、まさかまさかの砂の十字架で反応する方がいたみたいな。来たらいいかもしれないですけど、でなんか、そんな感じでしょ、なんかそんな話をちょっとしてたんですけど、結構有名なんで、知ってる人は知ってるって感じですね。この歌知ってる人いますか？ものすごくジャパニーズメロディーですよね、この曲は。とても大好きになりました。やってみると盛り上がるんですか？盛り上がるんですけど、今のメンバーが一人欠けてしまいましたので、メンバーとスタッフを兼ねております。マリちゃん、スーパーベーシスト、そこにしていつも大活躍のマリちゃんです。もういつもね、縁の下の力持ちということで、あんまり表には出ない方ですけど、今日はものすごく気合い入ってます。びっくりするぐらい気合い入ってます。まあ、はい、そんな感じでですね、皆さん、もう私のなんか慣れてくれましたか？ある意味出落ちなんですよね、これね。でもだんだんこう慣れてくると違和感感じなくなってきて、普通にコンビニとかに行ってもね、普通に大丈夫な感じになってきます。いや、コンビニはさっき避けました。やはりただでもすれ違いざまに自転車乗ってくる人の顔がものすごく驚いてましたね。さっきね、口まん丸になってましたね。2人でさっきちょっとね外出したんですけどね。はい、では聞いてください。砂の十字架。Thank you.
こちらにものすごく艶やかなコスチュームでいらっしゃるお方、お名前は何と？今日は、バンド名のエロメダカのですね、一つだけ誰かと申します。すいません、メダカではありません。ゆっくり
しくお願いします。初めてコスプレしました今日。ちょっと真ん中に来ていただいて。はいはいはい。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。それ高すぎるから。あ、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫ですか。はい、ですね、今日はですね、引き続き、ガンダムの曲を歌わせていただきます。昔森口博子を歌ってたんですね。水を蒸し合いに込めてという歌をお送りしたいと思います。なんと作曲はニール・セラカという、どうなんだろうという方ですが、じゃあ皆さんで美しいハーモニーをお聞かせしたいと思います。よろしくお願いします。プレッシャーだな。すいません、カメラ気にしてくださってて。ありがとうございます。
最後の分かりました、ね、最後はね、あのあれなんだっけ、あれはエヴァじゃなくてなんだっけ、アダム違う、アダムじゃないよね、なんか使徒か、あれ使徒アダム、あれはアダムですか、アダムか、エヴァンゲリオン見たことのある人は分かりますよね。はい、ありがとうございました。マドカちゃんでした。映画見ないんですが初めて聞きました。なんかちょっといい曲ですね。エヴァンゲリオン僕大好きですよ。あ、本当ですか、はい、もちろんそうですよ、面白いですね。何年ぐらい前のあれなんですね。結構古いはずですよね、あれエヴァンゲリオン。なんか新しい方の曲なのかなと思ったら、ね、それはまあまあ新しい、なんだっけ、監督ラテンシの映画テーゼ、今日はちょっとそういう、ね、詳しい方のお客さん結構多いんだと思うので、何がしまってすいませんっていう発起人なんですが、結構アニメを見て育った人たちですからね、もうね、今日は余計なこと言わないでも大丈夫だと思います。次はあれですよね、結構超有名な、全世界で有名な曲ですよ、これで。もうかなりと終わりの方に、ちょっと盛り上がってみんな上げ上げでいこうかな。皆さん大丈夫ですか、元気ですか、ね、Oh, thank you very much. I love you. カメラね、なかなかこう狭いんですよね、画角がね。普通に立ってると映らないから、ちょっと寄った方がいいですか。あ、かぶんないでください、かぶんないでください。なんでまあこんな企画になったかっていうと、まあ、ちょっと面白いパンを連れてきてくれっていう、なんかまあここの動きがありまして、じゃあ面白い人たちを集めてみましょうみたいな、ちょっと集めてみましたっていう。面白い人この辺がですね、番号名の紹介とかさせていただいてもいいですかね。あ、よろしくお願いいたします。ロコさんの方から言った方がいいですかね。あ、じゃあここから行きますか。あ、そうですね。あ、どうしよう、僕から行きますね。あ、自己紹介、自己紹介、自己紹介、ああ、自己紹介はちょっとかわいそうなので、じゃあちょっとあの紹介用です。ではこちらの方から、大きいボール横キーン、出演されてても本当に何でもやっていただいてるのなんか、あ、今回ちょっとアニソンやるんだと絶対いいのかなと思ってお願いしたんですけど、アニソン好きなんですね。アニソン大好きとかアニソン大好きな感じがするのか、じゃあ次に、あ、なんかティーの言いたいことがなんかありますか。世間で言いたいことが